リバー・アッツ・エッチは、岡崎京子による日本の漫画。1993年から1994年にかけて、雑誌、キューティで、連載、1994年6月に、宝島社ワンダーランドコミックスより刊行された。2018年に、二階堂ふみ、吉沢良主演で、実写映画化。女子高生で、美少女でもある若草春菜は、 元彼氏の観音崎にいじめられている山田一郎という同級生を助けたことをきっかけに彼から秘密を打ち明けられる。それは河原に放置された人間の死体だった。2018年2月16日公開、R15 指定。原作同様時代背景は明確にされていないが90年代風の雰囲気を出すため映像は4、3のスタンダードサイズで撮影され、 衣装に関しては90年代から存在した定番ブランドや当時の古着を主に使用した。しかしクリスチャンダダやファセッタズムなどストリート感覚がある今の日本のブランドの衣装もまた使用している。第68回ベルリン国際映画祭パノラマ部門で国際批評家連盟賞を受賞。2019年3月1日より日本国外ではネットフリックスにより ネットフリックスオリジナルとして独占配信されているリバーツエッジに関するカテゴリーありがとうございます。